4000点。桃鉄も4000点。やばすぎる。はい、どうも、ベイスターズ強すぎないミストです。はい、本日はですね、覚醒した虹谷入りの桃鉄投手で抑え大幅更新を決めて、なんと UG4 ランクに到達することができました。ということでですね、そちらの方の後付け解説の方をしていきたいと思います。デッキが、猿川、翼、虎杖、五条、虹谷、岸田。サポートに、スバルとルビナを編成しております。これによって171キロ、コントロール131、スタミナ101デッキが完成いたします。ということでですね、今回はぜひとも皆さんに、虹谷の強さを知っていただきたいということでですね、頑張って厳選して結果出してまいりました。ぜひとも最後までご覧いただきたいなというふうに思っております。で、これ結構ね、質問でいただくんですけども、通常バージョンの虹谷と、降臨バージョンの虹谷、どっち使った方がいいのっていうお話なんですけども、これはもうシンプルに解放が進んでる方、またね、PSR で所持してる方を使ってあげたらいいかなというふうに思っております。うん。性能差はね、そこまでありません。通常バージョンは技術ボーナスを持っていて、降臨バージョンは得意練習率アップを持ってるという、そこだけのね、ほぼほぼ違いです。で、金得の査定的に言うと、降臨バージョンの方が成功すれば高いです。まあ、ただ昔のキャラなんでね、成功率もそこまで高くないということで、まあ、通常バージョンからね、無難に脅威の切れ味をね、桃鉄投手が取っていくのが、まあ、無難に強いかなとも思っております。はい。もう本当にね、好きな方をぜひ使ってあげてください。ということでね、サクセスの方を見ていきましょう。最初は京都スタートで、新幹線カードを引けましたね。これはでかい。ただ、ゴールに一旦手こずってますね。これはまあ、どうなんだって話なんですけど、まあ、一旦くらいはね、様子見しようと、せっかく新幹線カードも引けましたからね。さあ、五条の福指は成功して、次は頼むぞという中で、敏捷ポイントをしっかりとね、猿からもらっていって、さあ、スタミナでゴールですね。この次が大事だね。この次どこになるのか、注目して見ていきましょう。さあ、どこだ？博多。まあ、これは新幹線をね、使ってうまくゴールしていきましょう。で、筋力ポイントあえて、ここは、使いましたね。博多のね、分、取っていこうかなと思ったんですけど、まあ、多分溜まるだろうな、というところで、使っていきました。さあ、京都から博多が19マスだったかな。で、虎杖のこのね、金得イベント強いですよね。もう一回も起きるだけで最大値が8アップする。もうこれでね、桃鉄投手の体力はほぼほぼ心配なくなりますね。彼女の岸田も入れてますんでね。この8アップはだいぶ効いてきます。で、ここはもう新幹線を使ってあげて、24マス進んで、このね、虹谷のゆかり赤に止まっていこうと思います。はい。ゆかりの地が赤マスの時は、マイナスのね、右側のマイナスがなくなるということで、まあ、そこまで強くはないんですけどね。で、ここでしっかりとゴールしていくが、技術ポイントがね、若干足りないので、独占は厳しそうですね。で、ここ、おならカードを、なんか嫌な予感がしたので、打っておきました。これがね、この後、効いてきます。はい。2回目のゴールを決めて、岡山ですね。これね、エンマ来てたんで、おならカード使って正解でしたね。はい、直感が、はい、功を奏すということで、もう岡山も近いんでね、ゴール狙っていきましょう。さあ、虎杖と五条コンボ。これね、経験点めっちゃ入るんですよ。見てくださいね。はい、67オール。めちゃくちゃ強いですよね。で、下選べば回復できるんで、体力ないときは下選んであげてください。で、広島はスバルがゆかりの地なんで、激安で独占できます。はい、これも強いですね。さあさあさあ、サポートで輝くスバルでございます。さあ、次6があればゴールかな。あ、6じゃない、5かな。6か5だったと思います。あ、5でしたね。はい。一発つもありがとう。メンタル猿川で、まあ、コツをもらっていきましょうか。切れコツは取っておきたいですね。虹谷の、コンコツをもらうためにも。さあ、お次はどうなりますか？青森、めちゃくちゃ遠い。まあ、これはもうぶっ飛びカードにかけていきましょう。さあ、ゴールドカードもらいまして、虹谷が1回目。さあ、強化もされてね。この励ますの体力消費量も減っております。さあ、ゴールドカードもらって。
つばさちゃんからは筋力敏捷、ジャイロボールを絶対にもらいましょう。敏捷ポイントこれ入れておかないとめちゃくちゃ不安になります。さあぶっ飛びからどこまで行ってくれる。26マス進みましたね。まあこれはまあ9大点かな。うん、でここはカードマス止まってで急行カードと、うん、普通に進んであげればこのターン合わせて3ターンでゴールいけそうですね。ここは体力キープのメンタルで、はい、カードマス踏んでいきます。さあ1進めるは弱すぎる。まあ守備タックでもよかったけどね。まあここはちょっとしっかりと体力キープということで、セクイジャ4243点。うん、まあ3回ゴールなんでそこまで点は出ておりません。さあここは6に12の急行カードでカードマス止まっていきたいと思います。さあコントロールも振っていきます。まあね、根骨を待ちすぎてコントロール振らないっていうのはなしにしましょう。うん、まあ技術精神がねあるときはね、もうコントロールコツなくてもガンガン振ってっていいと思います。じゃないと131めちゃくちゃ遠いので、うん、最終的にね間に合わなくてバランスも崩壊してしまうのでそこは要注意ですね。さあ場所外カードは有能ですよ。めちゃくちゃ強い。個人的にはね潜在地区カードと同じくらい強いと思ってます。さあイタドリが、これが2回目ですね。さあゴールいけました。青森は軽いんでね独占していきましょう。変化が600あれば OK でございます。まあ、物件のね必要経験点もね頭に入るとモーテツ投手の攻略がねスムーズになりますんでね、まあ、繰り返しやってねぜひ覚えてほしいなというふうに思っております。さあイタドリはね急速骨を持ってるんで、まあ、そこも地味に欲しいですね。さあ次はどうなる。30マスボーナス乗って静岡に戻るんかい。ただ先ほどゲットいたしましたこの場所替えカードが役に立つ時が来ました。縛りもいいですね。さあエンマが残り5マス。ありがとうございます。それはアシストでしかありません。いいアシストですね。さあ5あるので一発ゴール決めていきましょう。30マスまでちょっと惜しかったっすね。まあ、ただ次東北方面来ちゃうとガンフリーになっちゃうんですけど、まあ、ここは運命力を信じましょう。関西方面が来れば逆に諸田で駆動ということでね。まあ静岡は筋力しか使わないのでうまくさばいていきます。思考のクローザーもね筋力と変化しか使わないんでね、これもいいですよね。コントロール131編成だとねもう確実に筋力変化が余るんで、そこにねさせるのはいい感じの、うん、筋力になってます。さあ次が東京。まあこっちの方が有利かな。うん、で東京もね独占頑張って狙いたいけど技術が足りるかなっていうね、まあどうかの戦いですね。さあ告白間に合っていく。さあ体育館裏に呼び出して告白成功。昔の彼女キャラはね告白が失敗するなんてのもありましたからね。エミリーとかね懐かしいっすね。まあここはしっかり青マスを稼いでいきましょう。さあ五条先生、五条先生コツあんま強くないんだよね。さあお城踏んで経験点もらって虹谷が完走。失敗ですけどまあいいでしょう。さあここで不景気、まあ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 早めに来てくれるに越したことはないかなというところなんで、まあ許しましょう。でもう120ちょっとしか入らないんでここはもうちょっと、うん、慎重に、はい、技術ポイント、まあ、溢れてもいいやくらいの感じでね、虹谷コンコツくれと祈りつつ踏んでいきます。何オールだ ?120 オールでしたね。まあまあいいでしょう。さあ次、稚内、めちゃくちゃ遠い。さあさあさあ、まあ不景気なんで、まあ、ゆっくり行ってね、不景気が終わるくらいの時にゴールできたらいいかなと思っております。さあ、ポンコツ1個もらいました。でかいね。3でもらうだけでもでかいからね。で、ここでキレを抑えていきます。さっき縛りもらったからね。さあ、46マスはえげつない。一応特急カードもあるんですけども、まあゆっくりとカードマスを踏んでね、装備を整えていきましょう。逆に今ね30マスプラス稚内の状況なので好景気になるとえげつない経験点入りますね。さあここでもらうのがトライン翼、やばいよ。そしてギャレンドラが新幹線カードいいですね。30マス稚内トラツバ、これカンストすんじゃないかってくらい入りますね。さあさあさあインスタ映えの予感でございます。
で、特急と新幹線いただけたんで、まあ3ターンで行けそうですね。で、ここは特急を使って、サブ618の、カードバスに泊まっていきます。さあ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 、見れるのか999オールが。ここは虎杖のコツプラス、まあラブパワーもね、狙いつつ、まあクリスマスはもう次のターン来るんですけどね。さあ、新幹線強いカードが、カードが強い。さあ、急速骨をもらって、いい感じですね。で、工場が2回目。イベントも順調。もうちょっと経験でさばいてよかったね。精神ポイントはこれちょっと溢れちゃったかな。さあ、で、新幹線カード獅子16で詰めておこうかなって感じですね。ちょうどカロマスですね。まあ、ただ、1月1週にカードをもらえるんでね、カードがちょっと溢れちゃいそうですね。さあ、もう、トラツバ30マス稚内なんで、もうどうなっちゃうんだろうって感じですね。今のところカード運も素晴らしいんでね。またいいカードが来るといいんですけども、どうでしょうか。福引きはまあ別にいらないかな。で、五条が終わりましたね。早い早い。あざ、精密機械取っててよかったね。で、ここでゴールドカード来るんかいって感じですね。もうこれでちょっと福引きカードは捨てるしかないかな。はい。で、まさかのここで好景気が来るっていうね。いや、もういいよっていう。多分ね、なくても完走したと思うんだよね。まあ、ただただね。もうこれにて、先ほどね、桃鉄のツールで計算したんですけども、なんか見てみたら1350オールくらいね、入る計算でした。なので、経験点が、もうね、上限突破してたらね、何点だ？ 1000、いや、1400オールっていう風に考えたら、もう5000点以上。なんで、もうここはもう、ギリギリまで経験点さばけます。999オール確定っすね。まあ、ちょっと筋力余っちゃったんですけど、まあ、これ以上さばけないだろうなっていうところでね。はい、スタミナでいきたいと思います。いやー、久々に来たねー。4000点。桃鉄も4000点。やばすぎる。さあ、そして次、新潟は、ちょっと距離あるね。30マス以上あります。ただ、私には新幹線カード、そして、西へカードもありますんで、まあ、ここはね、どうしようかなって思ったんですけど、まあ、男は黙ってギャンブルということで、もう西へカードで行きたいと思います。はい。飛ばしていきましょう。まあ、新幹線だけあってももうね、もう間に合いませんからね。さあ、これで4マスのニアピンを決めて、4があるというね、奇跡。これはね、好景気あってよかったね。うん。これで500何オール入りますんで、でかすぎます。新潟は、筋力と変化なんで、ここも独占いけんのでかいっすね。好景気じゃなかったら、これ独占いけなかったんじゃないかな。まあ、慎重にちょっとポイントさばいていって、まあ、これ、あ、筋力もうちょっと欲しいですね。筋力が溢れちゃうんで、ここでスタミナを上げていきます。OK ですね。さあ、守備タックもいい感じ。マネージャーもいますね。さあ、好景気にどでかい経験点2回目。さあ、次はどこになる？仙台、これはラッキー。残り6マスです。さあ、流れが完全に来ております。追いからもらって。ただ、ここでサボり癖になるという、もうこれも心臓バクバクですよ。頼むから監督いてくれと祈ったんですけど、コントロールにいる。もうこれサボったらもうね、とてつもない。もう怒りが込み上げてくるという中なんですけども、もうちょっとこれを祈るしかないですね。サボり癖の、サボる確率って何パーセントなんだろうね。それもなんか、知りたいなっていうふうに思うんですけど。さあ、なんとか通しました。セクサー頭に特製レイカードをもらえますんで、まあ、そこまでの辛抱ですね。次耐えれば OK。で、横浜も近いね。さあ、完全にペースを握っております。仙台も独占していく。独占しづらい仙台なんですけども、ここを押さられたんでかいっすね。さあ、もちろん。で、猿川が、2回目ですね。さあ、残り16マスで、
手持ちはこんな感じ。まあ、新幹線でゴール行けるんですけど、まあ、ちょうど4がなかったですね。で、監督がいるところに行けば、サボリックス発動したね、プラス、直してくれるということで、ここは休息練習に行きたいと思います。まあ、直してくれる確率は、まあ、多分五分五分ですけどね。まあ、ここは、うん。まあ、次特性レカードももらえるんでね。まあ、ここは無難に、70オールかな。もらっていきながら監督を踏んで、どうだ？直してくれました。ありがとう。監督言うの。さあ、セクニー、この好景気を3発ゴール決めれたんで、とてつもない経験点が出ております。まあでも言ってそんなもんでもないか。セクイチがそんな良くなかったからね。さあ、これはもう2ターンかけていこうかなという中で、メンタルのカードマスかな。ちょっとね、青マスが怖くなってきたんですけども、うん。まあ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 。カードを踏んでなんぼということでね。慎重にさばいて、120まで上がりましたね。さあ、五条のコツプラスカードマス。何のカードを引くんでしょうか。準急まあまあっすね。スバルが来てバレンタイン回復。もうすごいですね。300何オールか入ってましたね。で、ゴール無事できました。OK です。250点くらいかな。セクサンなんで。で、横浜は筋力ポイントをそこそこ使うので、まあ、残し気味で、うん。こんな感じで踏んでいきます。さあ、次どこになるかね。忘れちゃった。256オールもらって。札幌はえぐいな。札幌えぐいね。さあ、これはまあちょっと新幹線をうまく使っていくしかないかな。まあ、稚内からね、札幌とかそういう流れが来るとね、まあいいんですけどね。また、関東まで戻ってきて、また札幌に行くっていうのはしんどいっすね。まあ、ただ言うて37マスなんで、新幹線24、6に、次6の準急で行ける感じですね。うん。なんで6を引き続けなければいけません。さあ、経験点もうまく振っていきまして、変化もガンガン上げちゃって、変化はねもう3方向7にできれば十分ですので、でこのターンはマロングッズも使いどころなかったんで使って、カードマス止まっていきます。そして福引きカードよく来るね。でギャネンドラが新幹線、今回ギャネンドラ大活躍だね。まあ、特性で捨てちゃいましょう。これ新幹線カード1枚温存できたのと一緒ですからね。66でゴール狙っていきましょう。一直をサボって。6位引いてますね。OK です。まあ、準急から行くか、ちょっと悩んだんですけども、まあ、新幹線から行っちゃいたいと思います。まだね、物件の経験点、収益の経験点がめっちゃ入ってくるんで、まあまあそこそこさばいちゃってもいいんじゃないかなってとこですね。バランスは非常にいい感じです。セクさんの、まあ、初めでコントロールもね結構上がってますしね。うん。コントロール上限さえね、131まで行ってしまえばね、バランスも整えやすいですからね。特急強い。で、場所か A か。まあこれはまた福引きカード売買かな。はい。で、翼ちゃん1回目ですね。ちょっと前部屋ね、感想怖いんですけども、頑張ってほしい。さあ、6あるね。しかもメンタルにあるの素晴らしいね。さあ、これで札幌確保でございます。OK ですね。またラブパワーをもらえると強いんですけども。30マスも乗ってますんで、まあ、あやかっていきましょう。筋力どうすっかね。もう球速が、もう171までいってますね。で、これで、札幌の独占もいけますと。360ちょろもらって、次が、函館。まあ、いいんですけど、エンマも来てしまってますね。
場所替えがあるから一旦耐えてくれればというところだったんですけど、行かれましたね。まあしゃあないねこれは。はい、タラレバカードならあげます、全然あげます。ただちょっと遠いんで名古屋、幸いにも新幹線の特急があるんで、新幹線使って、6424の特急使って6318の6でゴールって感じですね。まあ、またここも6がめちゃくちゃ必要になってくるんですが、まあね、彼女キャラもいるし、デッキの得意練習のバランスもいいので、まあ高いサイコロは出てくれるんじゃないかなって。また福引き、福引き好きだな。福引き好きなんだけどさ、捨ててばっかなんだよね、さっきから。さあ、特急使って、静岡独占していきましょう。まあ、たまたまなんか、うまく噛み合いましたね。さあ、400点使っていきます。さあ、オートデートがね、まだ1回も来てないんじゃないかな。ちょっとそこ不安ではあるんですけども。はい、急速でゴールですね。で、名古屋ゆかりの地の場合は、精神980点あれば、独占狙えますので、そこをうまく調整していきます。もうここね、できるのできないの全然違うからね。で、福引きをやっと使えて、手持ちは場所替えカードだけ。ちょっと、こっから先どう立ち回っていくか大事になりそうです。さあ、また30マスボーナス。待って、大阪はまあまあ近いね。さあ、独占ありがとうございます。さあ、収益も美味しくて、9マスっていうことなので、ここは、そうだね、京都踏んで変化ポイント削ってもいいかなと。まあ、多分それが最大値ではあるんですけども、まあ、6進めるカードもあるので、まあ、3踏んどいて確実に次事故らないようにしようかなっていうね。まあ、ちょっと、ちきり気味の立ち回り。で、虹谷からコツをもらいたいなっていう感じの、立ち回りですね。さ、くれないの痛いな、そこ。で、結果、まあ、ゴールはいけました。ただ、3が場面になかったんで、まあ、今の選択肢で正解だったかな。で、まあ、これ、海岸、1回目しちゃうんですけどね。まあ、できればしたくなかった。ただ、大阪が筋力ポイントも必要なんで、まあ、これはね、するしかなかったかな、というところで。鉄仮面悩んだんですけど、まあ、闘志の取りたいということでね。これは最後の攻め。被ったら終わりというね、攻めをなんとか通しました。ユモカか、まあ、査定はめっちゃ低いんですけどね。まあまあまあ軽いんでよしとしましょう。大阪はね、筋力と精神使うというところで、角でさばいちゃうと、精神ポイントがなくなってしまうっていうね、事態にもなりかねなかったんで、ここはね、まあ、泣く泣く海岸。まあただできるだけ海岸は最後の最後にした方がいいと思います。このデッキ編成だと、完全制圧と意気揚々エピログでもらえますんで、それが道中来るとね、もっともったいないんですよね。だからそれ取った後に海岸するっていうのが理想ですね。さあ、鹿児島もまあまあ近いよ。まあまあ近いんだけど、23マスと、まあセクヨンの頭に新幹線カードもらえますんで、とりあえず、まあ新幹線圏内に置いて終わろうと、この時は思ってました。はい。この立ち回り大事なんでね、ぜひ覚えておいてください。まあ、例えば、セクニのね、12月1週にも特急カードがもらえるじゃないですか。それ前提で動くムーブ、を取るっていうのも大事ですね。ただ、これ特急カードを引けたんですよね。これで、まあ、新幹線待たずとも、このターン特急で進んでもいいんじゃないかなっていうね、感じですね。さあ、翼ちゃん完走して、で、ここでね、私も動画を止めてサクセス巻き戻ったんですけども、青マスが明らかに足りてないじゃないですか。なんで、ここで青マスを踏んでおきまして、この青マスで4回目です。はい。やばい。あと2回踏まなきゃいけない。これプラス。というところで、次は5があればゴールできるって感じで、セクさん終わりましたね。まあ、函館は取られちゃったんですけども、まあ、それ以外はいい感じになんとか進めてるって感じですね。まあ、後継機の3回ゴールでよかったんで、経験点もね。28000点近く出ております。さあ、5を頼むぞという中で、なんとか引けましたね。ありがとうございます。さあ、で、鹿児島のボーナスもね、入りますね。ここはまあ、ざっくりさばいちゃって、ゴールしていきます。さあ、これでちょうど、1周だったかな。はい。
さあ、ここからは何回ゴールできるか。まあ、箱根取られてるんで、あと3回くらいはゴールしたいっすね。さあ、で、広島は、ま、そこそこラッキー。あれ？広島まだ行ってなかったっけ？道中独占したけど、広島まだか。あ、広島で一周かな、もしかすると。うん。ちょっと、あやふやで申し訳ないんですけども。確か、岡山かなんか行く途中に独占して、ゴールはしてなかったのか。ちょっと軽いコツは取っていきます。まあね、サボり癖を直すために監督のね、評価下がっちゃったね。ちょっとスタメン、先発にはなれませんでしたね。リリーフで、まあここは、しっかりと精神ポイントをもらっていって、で、広島ね、まあ新幹線使えば2ターンでいけるんですが、まあ、さっきも言った通り青マスが足りてないということで、この近辺青マスも少ないんですよね。なんで確実に抑えながら行こうということで、ここは3ターンかける選択肢を取って青マスを埋めていきます。あと1回ですね。あと1回踏めればギアチェンジは取れます。エンマも追いつきそうにないんで、まあまあゆっくりでいいでしょう。カードマス6しかないかな。本当は博多に泊まって独占しておきたかった。さあ、足られば、まあまあまあかな。一応、次のターン、ゴールできなかった時のケアにはなります。さあ、板取りが、もうこれでイベント終わりですね。前部全部終わったかな。さあ、で、ここでまさかの、ゴールできないということで、タラレバが生きてきますね。助かった。いいカードの引きでしたね。さあ、そしてゴールしていく。スタミナタックも、スタミナ練習も美味しいですね。で、ゴールプラス独占ボーナス入りますんで、めちゃくちゃ美味しいと。さあ、これで一周なんで、どこなるかが非常に大事。いやー、でかいね、これ。この抽選カットの大きすぎるね。まあ、たださっき博多独占できてれば、この90オールがね、もらえてたんで、まあ、なんか、なんとも言えない複雑な気持ちですけども、まあまあまあ、博多になってくれただけ、マシですね、これは。セクヨンだと何回ゴールできるか、これがね、もう査定を伸ばす肝になってきますからね。もう一周した後の次の目的地は完全ランダムですので、まあ、もう運命力との勝負ですね。体感、まあ、次のゴール、一周した次の物件って、そこそこ近いところになってくれる気がしてるんですよね。体感ですけどね、これ。で、京都、これは閻魔が近いという中で耐えることができるのか。場所替えも持ってるぞ。いやー、耐えられない。で、静岡。いや、きついね。しかも横浜のプロ野球チーム売られましたね。これはちょっと痛い。確か800ポイント。筋力800ポイントのとこだったんで。あれ、確かそうだよ。あ、違ったっけ？ 600 ポイントだったっけな。そこそこ痛かったっすね。で、まあ場所替え使ってあげて、66でゴール。なんですが、皆さん。忘れてることが一つあります。青マスをあと一回踏まなきゃいけないんで、この次のターン、青マスを踏まないとアウトです。なんで、ある意味、京都取られてよかったのかな？多分、場所替え使って京都ゴールしちゃうと、青マス踏む余裕がなくなってたんで、まあ、これは、まあ、結果オーライって感じなのかな。で、ここゴールしちゃダメです。はい。この青3を踏んで、次ゴールって感じですね。はい。ギアチェンがもう、最後の最後のターンに間に合うっていうね。で、次もね、まあ、できれば3出てほしいっすね。まあ、3はね、出てくれると信じてるんで、もう、祈りましょう。はい、ここでギアチェンジゲット。なんか、オートデートもここに怒涛の、発生具合なんですけどね。まあ、この調子で来てほしいです。4回デート来ないと先手必殺取れないですからね。で、なんとか3引けましてよかった。マジでよかった。であとは、ポンコツ虹谷待ちつつって感じだね。で、90オールも入ります。で、これギアチェン危ないね。使い忘れるところだったね。新幹線余らせちゃったのがちょっともったいなかったけど、まあまあまあ良いでしょう。今回はサクセス通じてカードの引きがそこそこ良かったですね。まあ、あとギャレンドラが2、3回、2回かな。
新幹線カードを持ってきてくれたんでね、よかったです。コリスは来なかったんですけどもね、潜在地獄カードもなかったんですけど、うん、まあトラツバによるね、稚内の999オール4000点練習も聞きましたね。って感じで、まあちょっと筋力技術がね、200点ばかし取れてなかったですけどね。まあエンマに、じゃない、貧乏神に横浜のね、プロ野球チーム売られたってのもでよかったと思います。で、ちょっとね、コツもね、打たれ、タイピン、脱三振、順応とね、あんまりもらえてないので、ちょっとそこが痛いってのはありますね。タイピン1でもらえてるんですけど、まあ痛いっちゃ痛いね。一応、イタドリとツバサちゃんがタイピン持ってたんじゃなかったかな。あわよくば狙いたくて。で、これスタミナタックかね、虹谷一回非常に迷ったんすよね。で、カロリーバーもあるっていう中で、いや、これ難しかった。まあ、コツもらえれば虹谷の方がいいんじゃないかってとこで、虹谷行って、で、脱三振もらいましたね。まあ、これは、技術ポイントの、まあ、うまく軽減につながったんで、削減につながったんで、まあ、よかったのかな。でも、ただスタミナ8アップとか全然あったからね、精神ポイントをね、逆に削減するという意味ではスタミナ行ってもよかったかもしれないですね。さあ、残りは4ターンとなりました。サクッとで終わらせていきます。さあ、拡張70まで行きましたね。さあ、さあ、さあ、どうだ？変化に、サミナに、虹谷がいる。さあ、ここはもう、根骨を、もらっていきましょう。お願いします。いやー、ナイスだね。まあ、あと5くらい上げるに過ぎないんですけどもね。まあ、これがでかいんですよ。ほんと、ちょっとでも技術精神を、抑えるためにも、これはでかいと。で、131は達成して、あとは打たれ、タイピンを取るだけかな。緊急登板は、もしかしたら捨てるかもしれないですね。で、海岸が1回残ってますという感じでございます。これは変化練習踏むよりスタミナの方がいいんじゃないかなってところでね。スタミナ踏んできました。で、カロリーバー2つあるんでね、甲子園残り2ターンも練習ができます。さあ、どうだ？球速がそこそこ、うん。さすが、骨イベント率アップが高い虹谷ですね。まあ、本当に序盤の方にね、根骨後にできると、めちゃくちゃでかいんですけども。まあ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 。サクセス自体はそこそこハマってくれたんでね。文句は言えません。さあ、ラストカロリーバーを使って、どこになるか。まあ、スタミナタックは最高だけど。スタミナにはいるが、いやー、なんともいないっすね、これ。まあ、スタミナの直上げがある分、スタミナの方がいいかな。で、精神ポイントがかなりきついという中で、スタミナ虹谷ですかね。筋力変化いらないんだけどね、正直。で、101達成して、PEQ の9メモリまで上がってますね。さあ、PD 到達。で、あとは完全制圧、意気揚々。海岸1回といった感じですね。さあ、まあ、サクセスとしてはね、しっかりと経験点も出せましたし、まあ、無駄ターンもそこまでなかったんでね、ほぼほぼベストに近いサクセスだったんじゃないかなというふうに思います。はい、エピローグもいっぱいもらって、変化が若干溢れましたが、最終経験点がはい、45,900点ということで、もうほぼ46,000点ですね。ありがとうございます。点数はめちゃくちゃ出ましたね。さあ、で、ラスト海岸やっていきます。まあ、できれば、まあ、インドブレーカーとかね、期待したいですけども、変化球プライドは弱いね。引き直してで、街道は最悪ということで、ここも3回まで行って完全燃焼。まあ、耐えかな。耐えかなって感じで、最終こんな感じになりました。はい。虹徳は新生ミス会、至高のクローザーで、金徳全完走でございます。海岸が、
勇猛果敢と完全燃焼で、まあ、野手骨もちょっといっぱい取れちゃいましたね。で、拡張合計82となっております。まあ、ちょっと筋力変化ね、やっぱ余りましたね。まあ、800点くらい余ったんで、実質だから4万5000点の経験点だったかなと思います。さあ、最終が PD2 の8メモリ惜しかったっすね。海岸が強かったら3乗ってましたね。うん、最初の勇猛果敢が、まあ、ちょっと足引っ張っちゃったかなーっていうのはありましたけども、まあ、虹谷でもね、ここまで強い投手作れますんで、ぜひ皆さん、まあ、抑えでもね、中継ぎでも先発でもどのデッキでも使えますからね。特に、五条先生持ってないという方はそこにね、もうぶっ刺すだけで、うん。まあ、東京のゆかりんちゃなくなっちゃいますけども、実質的な代用につながりますんでね。はい、ぜひ使ってみてください。いやー、もう、5、6年くらい前のキャラなんですけどね、この今の桃鉄のね、投手最前線で活躍できるキャラとなっておりますので、まあ、すごくいい覚醒だったんじゃないかなというふうに思っております。はい、っていう感じでね、まあ、ガンガン桃鉄投手、今ね、また息を吹き返してるんで、動画上げていけたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、まだしてる方はぜひよろしくお願いします。では、失礼します。See you!